けじくじく。はい、どうもかけじくじくの野村です。さあ今回は長沢ロゼツについてお話しさせていただきますということで、やってまいりました。長沢ロゼツ、江戸時代中期京都で活躍した天才絵師になりまして、あの京都画壇のキング丸山応挙のお弟子さんになります。はい、でこの丸山応挙のお弟子さんなんですけども、当時は1000人ぐらいいたというふうに言われております。ただこの1000人の中で唯一師匠をしのぐ才を持ってたっていうのがこの長沢ロゼツになります。肩にはまった丸山応挙の画風っていうのを打ち破ったっていうところから、奇想の画家というふうにも呼ばれたりもします。今回はそんな長沢ロゼツの生涯を代表作とともにご紹介するとともに、さらに深掘りしていろいろご紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。まず出生なんですけども、この長沢ロゼツというのは結構ミステリーに包まれている部分が多くてですね、出生についてもいろいろ諸説あります。ただそんな中でもおそらくこうじゃないかなっていうメジャーなやつがあるので、そちらで今回お話をさせていただきたいなと思います。1754年兵庫県の丹波篠山に生まれます。でお父さんがね、武士やったらしいんですよ。でお父さんの仕事の関係かなんかで、すぐ近くの京都の南部に淀藩っていうのが当時あったんですね。淀藩、そこにまあ引っ越しましたよと。で、まあ、そこで育つんかなと思ったら、これも家庭の事情かなんか分かんないですけども、養子に出される形になります。で養子に出された先もまあ足軽ということで、武士になるのかなと思いきや、そうではなくて好きな絵で食ってきますということで、絵描きの道に入ります。それが10代ぐらいにはもうね、絵描きの道に入ります入ったというふうに考えられています。で京都の南部で絵描きになろうと思ったら、やっぱり舞台は京都中心地市街になるわけなんですね。でじゃあ市街で一番活躍してるやつの弟子になりたいなと思いまして、当時誰が活躍してるのっていうと、丸山応挙だったので、丸山応挙のところに弟子入りしますと。で、まあ、当時はね、南部のところから通いで行ってたんですけども、だん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 認められるようになったら京都市街に住んで修行しましたよという形になります。はい、でいつ頃ね、丸山応挙のところに弟子入りしたのかっていう、はっきりとした年代っていうのは分かんないんですけども、まあ、少なくとも25歳の時までには、丸山応挙のところに弟子入りしてただろうというふうに考えられます。はい、なんでそれが分かるかっていうと、1778年に書いたよっていう作品が、あります。それが東山名所図屏風になりまして、ここにね、応挙のアトリエでこの作品は書いたよっていうなんか正し書きみたいなのが残ってるらしいんですよ。なので、まあ25歳ぐらいの時にはもう応挙のところで弟子入りしてたんだなっていうのが分かりますと。で、実力どうだったのかっていうと、結構ね、頭角を現してて、若い時から出世頭のようにこうめきめきと実力をつけてたみたいですよ。人気もあったみたいなんですね。それが分かるのが、1782年に平安人物誌っていう雑誌が出たんですけども、この雑誌っていうのはいろんな部門のランキング表みたいな雑誌なんですね。だから画家部門でいうと画家の人気ランキング、まあ、人気ランキングとは言ってないんですけども、誰がどう見てもこれ人気順に並んでるよねっていうのが出てたんですね。そこに、長沢ロゼツがなんと若くして29歳にしてランクインしたんですよ。そうなん、いやもちろんね、1位とか2位ではないですよ。1位はちなみに言うと、お師匠さんの丸山応挙、これはもう揺るぎない、さすがキングやなというだけのことは、と、まあ、1位は丸山応挙で、2位は誰ですかというと、まあ、それのライバルとも言われた伊藤若冲になるということで、さすがにね、こんな大御所のね、ゴジラとキングキドラみたいな戦いには、参戦してないんですけども、20位には入りました。よっていうことなんですよ。20位、ただこれ20位なんかしょぼいなと思うかもしれないですけども、その間もね、結構重量級の作家がいっぱいひしめき合ってる中で、わずか29歳にしてランクインしたぜっていうのは、これ相当実力があったということなんですよ。じゃあその当時のね、この長沢ロゼツの作風どうだったのかっていうと、当時はね、やっぱ丸山応挙の画風っていうのをめっちゃ引き継いでるような画風やったんですよ。それが分かるのが、トラズという作品を描いてるのでご紹介したいなと思います。それがこちら。はい、結構ね、男前な虎じゃないですか。正面向いてなんか、ね、横に竹がありますけども、ってにらんでます。これめっちゃ迫力あるなと。でこれね、注目点は毛なんですよ。毛書きがめちゃめちゃ細かいんですね。
で僕この作品を見た時に、あ、これめっちゃ応挙の影響を受けてるやんっていうのがすぐ分かったんですよ。なぜかというと、応挙の作品で最近紹介したのが、今年に入って3月ぐらいに、出光美術館っていう東京に美術館があって、そこでいろんな江戸絵画の作品展っていうのをやってたんですね、展覧会。そこで丸山応挙の作品の虎を紹介した時に、めっちゃ気が気が細かいなっていう風な紹介をしてたのと非常にこれがそっくりやったんで、ちょっと、ね、その丸山応挙の虎っていうのもご紹介したいなと思います。それがこちら、はい、これ左側がね、丸山応挙の虎なんですね。これ毛めっちゃ細かいんですよ。ようこんな細かいの描いたなっていう、もうすごいなと。で、右側が長沢芦雪なんで、それと比べても全然劣らないなっていうぐらい、めちゃめちゃ忠実に描いてるんだなっていうのがよくわかると。なんならね、師匠の虎よりもちょっと男前に描かれてるなということで、あ、すごいな、これ肉付きとかね、なんかめっちゃワイルドだぜみたいな感じになってるから、ちょっとこういうところで応挙をすでにしのぐようなところもちょっとあったりしたんちゃうかなみたいなね、そういう風な感じで見ていただいて面白いなと思います。で、ね、丸山応挙って写実に特化した、すごい写生的に描くよっていうのを売りにしてた画風なんですけども、この虎全然虎っぽくないやんって思われる方、そう、しゃーないのよ、しゃーないの。なぜかというと、当時は虎が日本にいなかったから、大型の猫として想像で描くしかなかったんですよ。まあ、いろいろね、標本とかを集めたりとかして応挙も頑張ってはいたけども、やっぱり限界があったので、今から見たらね、全然虎っぽくないやんって思うかもしれないけど、当時としてはこれが最先端やったんよ、この虎すげえなやったんですよ、をさらにかっこよくしたっていうのが長沢芦雪のが、すでにもうこの当時、この30ぐらいの時には書かれてたよって考えたらね、うわすげえなって、もう長沢芦雪の実力はすでにこの時からもう出てたんやなっていうのが分かると。で、長沢芦雪っていうのは冒頭言いましたけども、奇想の画家ということで、丸山応挙の画風っていうのをどんどんぶち破っていくんですけども、最初はね、やっぱり丸山応挙の画風っていうのをしっかりと吸収した上で、よう似てる忠実な作品っていうのを他にも結構描いてるんですよ。まあ、そこからね、どんどん出していくんだなっていう過程を見るのが、この長沢芦雪の、ね、作品群を見ていく中で非常に面白いところなので、今後もね、いろいろご紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひお付き合いください。で、この長沢芦雪っていうのは結構ね、調子乗りの部分もありまして、いろんな破天荒なエピソードはあるんですけども、その一つに、師匠から3回ぐらい破門されたというふうなエピソードが残ってます。はい、まあ、3回ですごいよね。1回ぐらいはまあ分かるんですけど、3回も破門されたとはさすがに危ないんちゃうと思いますけどね、まあ、全部が全部本当かどうかは別としても、少なくとも1回は破門されたっていうのは考えられてます。で、その破門されたエピソードっていうのがね、結構面白いんですよ。どういうことかというと、ある日ね、修行中に丸山応挙に長沢芦雪が呼ばれたらしいんですよ。あ、芦雪師匠来いみたいな感じで、あ、はい、わかりましたみたいな感じで来たら、わしがな、ちょっとお前の修行のために絵手本を描いてきたから、自分でな、絵手本を描いたから、これを参考にちょっと自分の絵を描いてみ、みたいな感じで、絵手本を渡されたらしいんですよ。芦雪も、あ、わかりましたみたいな感じで自分の部屋に持って帰って、さあ、描くんかなと思ったら、いやー、めんどくさいわ。いや、何がめんどくさいって、もう、例えばこれを元に今からわしが清書して書くとするでしょ。で、師匠のとこ持ってったら、師匠ってね、絶対1回で通してくれへんのよ。絶対100点で持ってっても、なんか訂正してくる、なんかええこと言うたろうみたいな感じでマウント取ってくるのよ。で、これをあかんからここ直してこいみたいな感じで、絶対良くてもなんか言ってきてるので、それを持って帰って、もう1回清書して提出せんと通ることができないのよ。100点持ってっても絶対ダメっていうのがね、この師匠なよ。それがめんどくさいな、2回も清書するのめんどくさいでしょ。どうしたもんかな。あ、ええこと考えた、わしめっちゃええこと考えた。この師匠が書いた絵手本っていうのをそのまま持ってったらと思ったわけですね。で、まあまあ持ってったと。で、師匠できました。おお、できたか。これです。おお、よう書いとうな、よう書いとう、うまいこと書いとうけど、これでこのままこいつに OK 言うたら調子乗りよるからな、よっと、なんか訂正したろ。あ、こことここの、これもうちょっと直した方がいいぞ。あ、ここもうええように書いとるけど、俺やったらもっとこうするな。もうこれを元にもう一回書き直してこい、みたいな感じで長沢芦雪は渡されて、はぁ、わかりました、みたいな感じで自分の部屋戻ったら、な、言うたやろ。絶対なんか言いよるから、ええこと言うたろうと思ったけど、これ自分で書いたらええやのにな。よし、これを元に聖書が書いたら絶対通るはずやと思って、聖書を書きましたよ。な、一回だけやろ、私聖書書いたのは。じゃあこれを持ってって、あ、師匠できました。おう。
できたか。ああ、ええようになったんやろ。なんわしが言うた通り、こうした方が良かったやろ。オッケーオッケー、ほんならこうやったら通したるわ。みたいな感じで通って、長沢路説も、しめしめ、やったやったみたいな感じで調子乗ったんですよ。で、調子乗って、他の弟子に、笑い話みたいに、ちょっと言ってたみたいなんですね。師匠もな、こんなことがあってんけどな、俺ちょっとな、頭ええからな、青春一回で乗り切る方法でちょっとやったって、師匠もなかなかザルやで、みたいな感じで言っとったのが、弟子が誰かが告げ口したかなんかでバレたんですよ。な、王家ブチギレで、ね、面目潰れるから、おら説、お前ちょっと来いやみたいな感じで呼ばれて、お前もクビじゃーみたいな感じで破門になったっていうのが、エピソードやったんですね。ただ破門にはなったけども、やっぱ応挙的にも長沢路説のこう画才っていうのはすごいなっていうのは分かってたから、やっぱりね、もう一回入門を許したということで、結局最後の最後まで応挙の一門ではあったっていうのがこの長沢路説と、まあ、今のエピソード聞いただけでもね、なんとなくこの長沢路説の なんかうさんくさいやつやなみたい なんか頭ええやろうけども、なんか調子乗りな部分やなっていうのが分かっていただけるかなと思います。で、長沢路説っていうと、ハンコ、欄干のね、印がすごい特徴的なんですよ。なんかね、亀の甲羅のような縁取りの真ん中に、魚っていう漢字が入ってるもんが使われてるのが結構特徴的なんですけども、それがね、この30歳ぐらいの時から、使われ出したと言われております。はい。魚印みたいな感じで言われるやつですね。なんでそんな印鑑使うようになったのかというのにもエピソードがあるんですよ。どういうエピソードかというと、まだ長沢路説が淀藩の南部のところから通いで、師匠のところに行ってる時の、ある冬の寒い日のエピソードらしいですね。ある寒い冬の日、こう長沢路説が行こうと思ったら、なんか川が流れてるのがあったらしいですね。で、なんかちょっと気になったから川の方行ったら、寒さで、あまりにも寒さ、京都の寒さもう半端ないからね、冬は。もうカッチカチに凍っとったと。おお凍っとわって長沢路説が見たら、その凍ってる中でなんか魚がもう動けんようになってたらしいですね。まあ、川の水が凍っとるからこう全然苦しそうに動けへんわみたいになってしまってるのを見て、長沢路説気になったけど、あーごめんちょっと俺急いでるから、ごめんな、助けてやれへんし、ちょっと師匠とも行かなあかんからごめんなみたいな感じで、師匠のところにしま修行に行きましたと。で、修行が終えて帰る時、いやーでも朝行きよった時ちょっと気になったな、あれどうなったんやろうと思って、その氷のところ帰り見に行ったらしいんですよ。見に行ったら、さすがにね、まあ、夕方ぐらいになっとったらもうあったかくなっとるから、その氷も溶けて魚も自由に動けるようになって、ね、楽しそうに泳いでるから、あよかったなって長沢路説は思いましたと。で、そんなエピソードが何かあったから、ちょっと何か思うところあるなと思って、翌日師匠にその話をしたらしいんですよ、丸山王家に。なら丸山王家が、ああその話っていうのはな、めっちゃ大事なことを含んどるぞみたいな感じで、またちょっとどやっとるわけなんですよ。で、なるほど、路説が、あ、またなんか師匠ええこと言おうとしてるなみたいな感じで王とったんだと思うね。あ、まあなんかええこと言おうとして、どうぞどうしたんですかみたいな感じで言うと、王家が、いやな、わしも修行時代の時ね、今でこそ共同画壇のキングみたいな感じで言われとるけどね、昔は苦労したんや、なんかうまいこといかへんなってこう思っとった前は、写実的に書こうと思って、なんかうまいこといかれへんなって苦しかったことがあってんけども、徐々に徐々にその氷が溶けるようにな、一個悩みが消え、一個悩みが消えみたいな感じで、徐々に徐々に成功するようになって、今の地位に行くことができたんや。だから氷が溶けるように、ちょっとずつちょっとずつ何もとも辛抱してな、お前みたいにな、何でもな、こうやったらいいわ、みたいな感じで、ペッ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 って要領かわしてやろうと思っとったらあかんっていうことやね。氷が溶けるように、ちょっとずつ我慢も重ねながら、こう人生っていうのは成功していくもんやからな、調子乗らずにちょっとずつその魚のように頑張らなあかんでっていうことを肝に銘じとけよみたいな感じで、長沢路説は王家に言われたと。で、路説も、ああわかりました、まあ確かにね、それも言われてみたらそうかもしれへんから、わかりました師匠、だからそのことを、肝に銘じるために、それを表した印鑑っていうのを僕作って、それを使うようにしましょう。だからこの亀甲門がね、氷なわけなんですよ。でそこに魚があったらね、こう苦しいけども、ちょっとずつちょっとずつこれが溶ける時が来るはずやみたいな感じで思い出すじゃないですか。そういう気持ちで頑張っていきますっていうためのこの印鑑を使いますわみたいな感じで、使い出したのがこの魚印になりますと。だいたいそういうことらしいですよ。だから30代ぐらいの時にはもうこの魚印っていうのが使われるようになったというふうに言われております。で、その長沢路説なんですけども、活躍どうだったのかっていうと、やっぱりね、いろんなところで活躍してるんですよ。まずね、1783年30歳の時に、司教衛領の伊織の白壁に龍の絵を記号したっていうふうに言われております。はい。この司教衛領って誰ですかっていうと、禅のお坊さんなんですね。禅僧になります。で、この司教衛領の、お師匠さんっていうのが、当時のこう江戸時代中期の禅僧の中では、もうスーパースターと言われた白隠絵画
覚というお坊さんになりますの、まあ、皇帝が司教栄領なので、言うたらスーパー坊主のお弟子さんやから、まあ、こっちもスーパー坊主なわけですよに、まあ、いろいろ交流があって、その人の伊織に龍の絵を描いたっていうことやから、長沢露雪っていうのは、まあ、すごい前奏の高層の人たちともつながりがありましたよっていうことが分かるエピソードになりますと。で、他のエピソードが1786年33歳の時に門跡寺院の妙法院の襖絵を記号しました。この門跡寺院っていうのは何なのかっていうと、まあ、お寺になるんですけども、普通のお寺と違って住職が皇族なんですよ。まあ、一つちょっと格が上のお寺っていうのを門跡寺院と言います。そこの妙法院の襖絵も描きましたよということで、まあ、いうような皇族関係にもちょっと関わりがありましたよと、つながりありましたよっていうのが分かるエピソードになります。これなんで格ごとになったのかっていうと、この門跡寺院の妙法院の住職が信任法親王っていう方やったんですね。もう神そうやけどね、信任法親王、まあ、意外にもまあ皇族っぽい名前じゃないですか、なんか偉そうじゃないですか。この人が、芸術めっちゃ好きやったんですよ。はい、で芸術好きで応挙をめっちゃ可愛がってたらしいんですね。応挙ええわ、応挙の画風お前すごいわ、新しい、さすがキングって言われてるだけあるわみたいな感じでほや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 しとったんですよ。の、お弟子さんやから、応挙の弟子も可愛いな、お前も可愛いな、お前もなんかここ描こうかみたいな感じのオファーがいって、露雪もあ、ええんすかええんすか、じゃあ描かせてもらいますねみたいな感じで、行った。まあ、こんなライトじゃないと思うけどね、もっと描く、もっといろいろあったと思うけども、まあ、流れとしてはこんな感じで、応挙の、まあ、流れで、露雪っていうのはこう皇族関係にもつながりがあって、門跡寺院っていうめっちゃ格式高いお寺の仕事も、やるようになりましたよっていうエピソードだ。結構ね、まあ、応挙からつながりが増えて、いろんなところにも顔を聞くようになったっていうのがこの時期の長沢露雪になりますと。で、他のエピソードっていうのは、これはね、何年に書かれたっていうはっきりとした年代は分かんないんですけども、おそらくこの時期に書かれただろうっていう作品になります。それが、島根県の西光寺というお寺に書かれた龍図ふすまという作品になります。これはね、長沢露雪が島根県に行ったという記録は残ってないので、もしかしたら京都で、追ってリモートで書いた可能性もあると。京都で書いてね、島根県に送って、そっちで表彰しといてって言ってふすまに貼られたっていうことなんじゃないかなとも考えられています。まあ、これもねはっきりとしてないんですけど、結構ねそういうリモートペインティングっていうのは当時主流ではあったんですよ。だ丸山王家も、丸山王家の方が出武将と言われてたんですよ。ほんまにどこにも行かへんな、の割にはいろんなところに作品残ってるなっていうのが丸山王家で、京都から出ずに、まあ、行き来するだけでも大変やから、ね、時間かかるしね、それやったら自分でこう部屋で画室で描いた方がいい、まあ、作品残せるしっていうのもあるから、まあ、言うたら決まってんすよ、ある程度襖とか屏風ってこう定寸の寸法っていうのがあるから、まあ、ちょっとそれよりも大きめに描いとったらなんとかなるよ、そっちで、ね、残りは調整してなみたいな感じでなんとかなったので、結構この京都とか画室で自分で描いて、向こうに送ってそっちで表彰してねっていうのはその時の主流のやり方ではあったんですね。なのでもしかしたら長沢露雪も、そういう風なやり方でこの西光寺の、作品というのを描いたのかもしれないという風に考えられております。それがこちら、はい、2匹の竜が描かれた襖なんですけども、全然違う竜やねっていうところなんですよ。ほんまに同じ人が描いたのっていうような作品になります。上の方はね、めちゃめちゃ男前に描かれてるんですね。爪でこう雲をブシャーって引き裂いてる、もう切り裂きドラゴンみたいな感じでめっちゃ躍動感ある男前だぜ、うえーっていう迫力のあるように描かれてるのに対して、下はね躍動感あんまないなみたいな感じで、なんかちょっとおもちゃみたいな感じで描かれてて、ちょっと顔もねなんかほげーみたいな感じになってるので、ね、こういう風な、でも使い分けがねめちゃめちゃ振れ幅あるなっていうのをねやってるのが分かる作品になって、めちゃめちゃ面白いなっていうところなんですよ。だから一つの竜っていう画題でもね、こんなに使い分けれんのっていう長沢露雪の器用さがすごい際立つなっていう作品がこちらになります。はい、まあ、こういうふうにね、30代前半というのはいろんなところでね仕事をするようになりまして、徐々に徐々に認知も高まっていきまして、次がねめちゃくちゃ大事なイベントが起こります。長沢露雪生涯の中でも一番大事なイベントっていうのが次になります。このイベントがもしなかったとしたら、長沢露雪って現在こんなに評価されてなかったんじゃないかなと言っても過言ではないっていうぐらい超重要な、イベントになります。それが1786年から1787年、33歳から34歳の時に和歌山県の南部紀南へ旅をします。はい、これどういうことかっていうと、ある日京都の丸山王家のところにお坊さんが一人訪ねてきたんですよ。で、まあ、それを、まあ、長沢露雪がこう隣の部屋の中で見とったんですね。お、なんか坊さんが一人先生のところ訪ねてきたと、あれなんやなんやなんや、あ、
わかった、先生に絵描いてほしいってこうオーダーしに来たんやな。まあ先生も引く手あまたやから、でもそんなな、京都花壇のキングやからな、そんな安く見積もってもらったらあかんねん。もう先生もさ忙しいからな、誰かれ構わずオーダー受けると思ったら大間違いで、はい残念無念、また来週、残念やなお坊さん。あれでもなんか仲良さそうに話してんの。え、あれ、あ、師匠 OK 出してるみたい。あ、受けるんや、え、師匠書くんや。あ、呼ばれた、俺呼ばれたからちょっと行ってくるわ。はい先生、なんすか。あらせつ、来たか来たか来たか。あのちょっと紹介したんやけどな、この坊さんな、若い時のまあ知り合いやねんけど、和歌山の今回来てくれてんけども、ちょっとその和歌山の南部って最近地震あったんやわ、うん、地震あって高一の寺っていうのも津波かなんかでも全部潰れてもたらしいんだよな、ガッシャーンって。でそれをまあちょっと会った時に気落ちめっちゃしとったから、ちょっと励ます意味も込めてな、あのなんか希望がないと人間って立ち直られへんやんか。だからまあお前そんなしょげてんなって、もうそのお寺をな再興したらな、あの俺も その時くらいに一発の絵描きになっとるから、キングみたいな感じになるように頑張るから、あの俺と来いなら、その再興したお寺にハマるような絵っていうのをわしが描いてあるからな、頼むぞみたいな感じで励ましたんや。ほんならほんまに再興しよってん、あのお寺綺麗になったからということで、あの約束をちゃんと現金やから忘れてなくてな、あの切って、お約束やから描いてくれやって今頼まれてんねやわ。でな、あの別にわしもな、あの約束を疑えるつもりはない言うてしまったからな。でまあ幸いにもわしもあの京都画壇のキングみたいになっとるからな、まあ、描いてあるのは描いてあんねんけども、それだけじゃないところもなんか書いてほしいみたいな感じのことをちょっとおかわりしようねやんか。ちょっとズーズーしさは筋金入りやねこいつで、おかわりしようから、さすがにちょっとねわし忙しいの分かってるやん、いろんなところのオーダー抱えてるから、和歌山の南部にまでちょっと行ってる余裕がないので、わしのせっかくなこいつのようにな買いたいもあるから、それを持って、ちょっとこいつと一緒に和歌山の南部の方まで行ってほしいやん。でなんかそのおかわりでちょっとここも書いてくれ、ここも書いてくれっていうやつを聞いて、お前がちょっと書いてくれな、ロセツ、お前がな、わしの弟子の中でもな実力あるっていうのはわしも分かっとるから、お前やったらまあまあ任せても大丈夫やろ、頼むぞ。ただお前な、調子乗るなよ。調子乗りな、もうわし知っとるからな。調子乗って、ウェーって羽伸ばしすぎて、はっちゃけすぎないように、そこだけしっかり頼むぞ。わかったな。みたいな感じで言って、長沢老雪も、あ、わかりました。師匠のね、何に恥じないような、しっかりとした栄養を残していきたいと思います。みたいな感じで、まあ、このお坊さんと二人で京都を立って、和歌山県の南部のお寺に行ったっていうのがスタートなんですよ。はい。で長沢の説的にはそうは言うてもやっぱりね、お目付け役の師匠がおらんくて開放的にペーンってなってる、調子乗ったんねん、爪痕残したんねんっていう気持ちと、和歌山県の南部って気候がめっちゃいいんですよ。本州最南端の串本町っていうところに、まあ、そのお寺があるんですけども、そこってめっちゃ南国みたいな雰囲気やからね、もうなんか気候もそうやし、植生とかも全然違うからな、なんかもう、しかももうなんか京都からすごい絵師が来たみたいな感じで、地元の人もめっちゃ接待してくれるわけなんですよ。あ、先生ありがとうございます、わざわざ今回のために来てくださって、ね、そのお寺だけじゃなくてうちにも書いてくださいよね、ね、まあ、一気お酒もあげますから、まあ、接待しますからみたいな感じで言われたら、長沢路線の元来調子乗りやったからさらに調子に乗って、よしよかったわった、お前のお寺にも書いてあるわみたいな感じで、めっちゃいろんなところに作品を残しまくったっていうのが、この和歌山の旅なんですよ。はい、それこそね、なんか行ったのは大体10ヶ月ぐらいらしいんですけども、その数なんと27010点ぐらいの絵を残したとも言われてるんですよ、一説にはね。っていうぐらい10ヶ月で270点って相当多いペースなんですよ。めっちゃハイペースなんですよ。そんだけハイペースで描けるかっていうぐらいなんですけども、長沢路雪って器用やったから手も早かったのね、描くのも早かったし、ちょっと職人芸的な描き方をする人でもあったんですよ。なんか普通屏風とか襖って寝かして描くのが多いんですよ。なぜかというと墨が垂れるから、立ててこう描いてると墨つけすぎるとガーって書いたらスチャーって垂れてしまうから、めっちゃ作品にするの難しいので、大体みんな寝かして書くんですね。寝かしたらまあ重力かからへんから、別に垂れないじゃないですか。っていうのが普通なんですけども、長沢路雪っていうのは器用すぎて、立てた状態でもふわ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 って絶妙に墨のこの量とか筆の速さっていうのをコントロールすることで、立ってた状態でもそのまんまでも書けるぜっていう手の速さがあった、めっちゃ器用やったから、おそらく10ヶ月で270点もの作品を残せたんだろうというふうなことなんですよ。っていうのが、まあ、めちゃくちゃ残ってるから、こちらのこの旅っていうのはめっちゃ長沢路雪の生涯を語る上では重要なイベントなんだよっていうことなんですね。で、まあ具体的に
どこのお寺行きましたのって言うと、その京都に来た丸山王家のめちゃ友達やねんって言っとった人のお寺っていうのが、無量寺っていうお寺になります。ここにねめっちゃ代表的な作品が残ってます。でそれ以外にもどういうところに残ってるのかっていうと、成就寺っていうお寺とか、騒動寺っていうお寺で、あと高山寺っていうお寺、ここら辺に残ってますし、それ以外にもね、お寺じゃなくても個人が持ってたりっていうのも含めてめちゃめちゃたくさんの作品が、この和歌山県の南部には残ってますよということになります。それらの作品の中で何点かご紹介させていただきたいなと思います。まず最初がこちら、はい、こちらが無量寺の龍骨ふすまになりまして、上が龍のふすま絵だよと、で下が虎のふすま絵だよになるんですけども、これが、長沢芦雪の代表作といっても過言ではない、それぐらい、めちゃくちゃ有名な、作品になります。長沢芦雪といったらこれだよねと。でまず上が、龍なんですけども、この龍はね、顔めっちゃでかいんですよ。はい、襖がだいたい人の身長ぐらいの高さがあると考えたら、このドラゴンも自分の頭から胴体ぐらいまでの大きさあるわけなんですよ。だからもう言うたらガブリン長みたいな感じで胴体ウキヤーって食われるんちゃうかっていうぐらいの、でかさ迫力があるのがこちらの竜の顔になります。でその横のところに、もっとでっかいこう爪でうるらーって雲を切り裂いてる爪と、最高時の切り裂きドラゴンの爪よりももっと強なったやつがうるらーってあるということで、もう牙顔でぐしゃーって食われるわ、爪でぐしゃーって食われるわって思うぐらいめっちゃ迫力あるのがこのドラゴンなんですけども、そのドラゴンの印象が霞むぐらいめちゃめちゃインパクト大なのが下のジャンピングタイガーでございます。はい、もう長沢芦雪って言ったらどっちかというとこの龍よりもこの虎だよねっていうのがめっちゃ有名な、もうそれぐらいインパクト大なのがこちらの作品になります。これはね僕もめっちゃ好き、このジャンピングタイガーめっちゃ面白い。まずね、構図のコントラストがめっちゃ面白いんですよ。ベクトルが、どういうことかというと、まず右の方に岩場がこうあるんですけども、この斜めに尖った岩場ジュワーってこう出てるのに対して、それと反対側のベクトルでこう弧を描くように、アーチを描くように虎がジャンプするように描かれてますと、この2つのベクトルがブシャーって両サイドにブワーって広がるような描き方をしてるのがめちゃくちゃまず面白いと。で、こちらの虎なんですけど、このアーチ型にこうビューンってのんびいてるように描かれてるんですけども、これはね、視点がね2つぐらい混在してるんですよ。まずね、虎の顔っていうのはこう正面から見てるような感じで描かれてるんですね、正面。ただボディっていうのはこう横から見てるように描いてるわけなんですよ。で、横からの視点で全部最後までいくんやったら、顔はもっとベキってこっちに向いとかんとおかしいはずじゃないですか。普通フェーって飛ぼうとしたら、僕が今フェーって飛ぼうとしてるのをやろうとしたら、こっち向いてるじゃないですか。だからこの絵のように虎が、やろうと思ったら首ベキって こんな感じで描かんとおかしいわけですよ。こんなありえへんわけじゃないですか。だからそういうのを、正面から顔は向けるように描いて、ボディは横から見てるような視点で、ガッチャンコにして自然な風に、一つの作品にして描くことで、よりこうビューンってこう襖から飛び出して、お襲われそうだみたいな感じのなんかインパクト、独特のすごい空気感を、出してるわけなんですよ。この発想っていうのはすごいなっていうところなんですよ。こんな描き方するやつは今まで誰もおらんかった、絶対丸山王家はこんな描き方しないからねっていうような、描き方なんですよ。で、これはね、参考までなんですけど、いろんな視点を一つの絵の中にガッチャンコして、描いたよっていうので有名なのがピカソなんですよ。はい、普通視点って西洋画とかで言ったらね、視点一個固定してこういう風に見えたらいいよねっていう遠近法とかを使う時もね、視点は固定するのが普通なんですけども、ピカソっていうのはいやいや、そういう一つでするんじゃなくて、物にはいろんな見え方があるから、こっちから見た見え方とこっちから見た見え方とこっちから見た見え方とかを全部ガッチャンコして一つの作品にしたら新たな芸術アートが生まれるんちゃうかっていうので、一躍名前が出たのがピカソなんですね。だから一番それで有名なのはアビニョンの娘たちとかね、そういう風な感じで有名になったのはピカソなんですけど、ピカソよりも長沢芦雪はもっと前やからね、江戸時代中期やからね、何世紀分ぐらい前に江戸時代のその日本の孤島の中の京都でやってたん長沢芦雪みたいな人なんですよ。そう考えたらめっちゃすごくないですか。お
誰に教わったわけでもないの、これおもろいからやったろうみたいな感覚で、やった、もうまさに天才やったのが、こちらの作品になると。でこちらの作品なんですけども、あの作品全体でほとんどね輪郭線を用いずに一気に筆の勢いだけで描き切ってるんですよ。だから輪郭線で、まあたまにね使ってますよ、爪とかね、そういうのは使ってるけど、普通の毛皮とか尻尾とかのところも輪郭線はない中でもう勢いだけでふわーって描いてるんですよ。でしかもかなり早い筆致で描いてますね。悩む暇もないぐらいめっちゃわーって描いてると。で薄い墨まずわーってやって、その薄い墨が乾く前に濃い墨で他の毛の模様とかを描くことで微妙なにじみが出てきてるんですよ。独特の毛皮の文様とかができてると。それが一番秀逸に出てるのが背中から肩首にかけての虎のしましま模様の、ラインですね。このラインがねめちゃめちゃ秀逸なんですよ。ようこんなん描けたなという。でもしかしたらですけども、こちらもさっき言った通り、立てて描いたのかもしれない。これは分かんないですけども、それぐらい考えてもこうすごい早い筆致で書いてるんですよ。だからそれぐらい全部熟知した上で、筆の速さとか、墨の滴り具合とか水分量とかめっちゃ考えた上でうわーって一気呵成に書いて、こういうのを描き切ったと考えたらね、天才かよっていうような作家なんですよ。で最後がこの顔ですね。顔のひげですよ。ほとばしるようにバーンって弾けるように描かれた、そう直線で描かれたこのひげがあることによって、これがね漫画でいう集中線みたいな役割を果たしてるわけなんですね。だからめっちゃトラガースもう向かってくるぜ、飛び出してくるぜっていうような漫画の集中線のような、効果も出てますよということで、もう何個この作品の中にいろんな技術とかテクニックをもうぶち込んでんねんっていうような、作品になります。もうまさにね、長沢芦雪の代表作、もう完全に丸山応挙の画風っていうのを、もう脱することができた、もう文字通り肩を破った作品っていうのがこちらの作品になります。はい、で続いてご紹介したいのがこちら、はい、騒動寺の群円図屏風になりまして、これはまあお猿さんの群れが描かれてますよということで、左側はまあ水辺か岩場か分からないですけども、まあ、お猿さんが群れで描かれてまして、右側は岩場の上に白い猿が乗ってますよ、座ってますよの図になります。これはねもう何を言うかというと、もう右の屏風の、岩場でございますよ、はい、この岩場の隅やばいよねっていうことなんですね。ようこんなもう何これって、こんなにテクスチャーあんのっていうような感じで描かれてるんですよ。これがさっき言ってたあの立てて描くやつ、これも絶対立てて描いただろうっていうような、作品になります。なぜかというと、この隅バーってこう描いた後、垂れてるんですよ下に。もうこれはねあのランダムに垂れてると言っても過言ではない。計算して、まあ、計算はしてるんやろと思うんやけども、言うても偶発的な、どういう風な流れるかというのはもう流れに任せるしかないっていうのを巧みに利用して、こんな岩場の表現できちゃうの、これすごくねっていうのが長沢芦雪なんですよ。だからどこまで考えて、どこまで計算で、どこから自然なんていう、もう自然に流れるのすらも味方につけて描ききってる作品ってすごくねっていうのがこちらなんですよ。いやもうすごいなと。でこの薄い墨っていうのは、まあ、あの自然に任せてこう垂れてるよっていうのは分かったんですけども、濃い墨で描かれた植物っていうのは自分で描いてるわけなんですよ。ただこれはねかなり早い筆致で描いてますね。うりゃーってもうそうすると垂れたりするからね。でもそれでもこんなにうわーって一気に描けんのかっていうぐらいで、もうやり直した跡が一切見えないっていうところでね、これはね相当技術がないと、ダメなのと、相当こうメンタル的にうらーってやったんで大胆じゃないとできないですよ。もう普通ちょっと迷って、あのこうどうしようかな、明日考えようとか言うとったら絶対こんなん書けないっていうぐらいで、もう一気呵成にうらーでもどこまで構想図練って書いたのっていう、もう薄い墨は垂れてるのをなんかもう味方に友達にしてるし、もう濃い墨は大胆にもう全部分かりきった上でうらーって書き切ってるし、もうすごいなという作品が、こちらの屏風になります。はい、で続いてご紹介したいのがこちら、はい、こちらが高山寺の観山十徳図になりまして、観山十徳っていうと気功で知られた唐時代の2人組の、まあ、お坊さん禅僧になりますね。で、まあ、伝統的な課題で結構ねいろんな人が描くんですよ。中国の絵描きさんも描いてますし、日本の絵描きさんも観山十徳って言ったらもう絶対こう伝統的な課題だねっていうことで、まあ、こちらも長沢芦雪は描きましたよと。でもまあなんか普通やな、まあ、ちょっとなんかぼやけてんなっていうのはあるけども、まあ、普通の観山十徳描かれてませんって思う方、違うんですよ。
これね、あのでかさが半端ない、はい、横がね、なんと 1.6 メートルあるんですよ。めっちゃでかい、 1.6 メートル。普通の掛け軸でいうと3倍から4倍ぐらいの横幅があるぐらいのところに、人物がドーンドーンって描かれてたらめっちゃ迫力あるじゃないですか。で、よりね、これがどんだけでかいのかって分かるように、他の掛け軸と、合成ですけども、多分こんな感じで掛け軸になってるだろうっていうのを合成で、作って並べている写真っていうのを作ってまいりましたので、こちらをどうぞ。はい、こう見てみたら、ね、結構でかさっていうのは伝わるんじゃないかなと思います。横の左側の掛け軸っていうのもまあまあでかいですよ。横幅でいうと軸先から軸先で70センチぐらいあるんで、まあまあ言うたらこれぐらい肩幅ぐらいの、まあ、大きさがあるわけなんですよ。って考えたらね、そういうの3倍から4倍ぐらいの大きさがボーンってあって、もうこれ絶対両手広げても負けまへんでっていうようなぐらいの掛け軸なんですよっていうのがバーンって書かれてますよということで、長沢路説はもう愉快犯やなっていう、絶対狙ってこれ面白い、めっちゃ迫力あるの書いたろうと思ったような、作品になりますと。まあ、こんな感じでね、長沢路説っていうのは和歌山に各種いろんな作品、これ以外にもね全然まだまだ紹介しきれてないっていうぐらい、もうかなり変わった作品っていうのをたくさん残しているので、長沢路説といったら和歌山っていう印象っていうのは、この旅行からついたといっても過言ではない、まあ、まさにそういうのが分かる、作品かなと思います。さあ、そんなね、路説の爪痕を残しまくった和歌山旅行が終わりまして、京都に戻って何が起こったのかっていうと、ここでね、めちゃめちゃ大きな事件が起こります。はい、それが1788年に天明の大火っていうめっちゃ大きい火災が、京都で発生します。京都市街の8割を焼いたという、もうめっちゃでかい、京都市場に残るような、超でっかい火災が起こってしまったんですね。だから、まあ、この当時生きてた画家とかは絶対これをの話を避けて通ることはできないというような大惨事なわけなんですよ。だから師匠の丸山応挙も、まあ言うたらアトリエとかも全部燃えちゃった、まあ、それは市街の8割焼けないと言ったらほとんど燃えとるわねってことなので、丸山応挙の家も燃えましたよと、その他のね、絵師とかの家とか もうとにかく全部燃えちゃったということで、おそらく長沢路説の、アトリエとか全部燃えてしまったんだろうというのがありますと。でそれが原因かどうか分かんないですけども、翌年ぐらいには奈良の方に滞在してたらしいです、長沢路説っていうのは。で、まあ、こんな大きい火災があったらね、言うててもいつまでもねへこんでるわけにはいかないということで、復興のこう需要が高まってくるわけなんですよ。で、御所も焼けちゃったからね、そう、京都市街が焼けたってことは御所も焼けちゃって、天皇の住むところなくなったことはっていうことなので、御所を再興しようということで、1790年37歳の時に京都御所の復興の事業に携わる形になります。はい、まあ言うたら御所を造営しますよと、新しいの建てますよと、そう当然ね、装飾が大事になってくると、襖絵とかね、昔はいっぱい描いとったけど今回はサラピンの城しかないですよっていうわけにはいかんので、ね、やっぱ装飾も豊かせなあかんなということで、大体ね、こういう御所とかの由緒正しい、一番まあ言うたらオフィシャルな一番偉い人のパレスやから、こういうところを書く絵師っていうのは決まってくるんですよ。狩野派とか土佐派とか、大体この二教が描きますよっていうのがあるんですけども、当時の京都画壇っていうのは第三勢力がいたわけなんですよ。それが丸山応挙だったわけなんですね。なので、土佐派と狩野派がおる中で丸山派も入ってきて、こうね、丸山派も自分たちの襖絵の担当エリトリーをもらいましたよっていう中で、長沢路説もその襖絵を描きましたよっていうのが、この1790年だったわけなんですね。だからすごいですよね、御所の絵を描けるってもう画家にとっては誉れ以外の何者でもないということで、まあ、一応応挙の流れからそうなったとはいえね、一応爪痕を残したということで、お長沢路説頑張ったなっていうところなんですよ。で、この時期にちょうどまた一つご紹介したいエピソードがありまして、前半戦で長沢路説の魚の形をした印を使ってましたよという話したと思うんですけども、それがねちょっと右上が欠けるんですよ。それがちょうどこの1792年から94年ぐらいの時じゃないかなというふうに、言われております。これがね、路説好きの人やったら、まあ、いろんなこれをなんで欠けたんやに関するに付随するいろんな都市伝説というかエピソードみたいなのがあってね、みんなでワーキャーワーキャー言って盛り上がるところなんですけども、
これ確定的なことは言われてないんですけども、自分で割ったんちゃうかという説もあるんですよ。はい。なんで割ったのかっていうと、最初言いましたよね。魚がね、氷に閉じ込められて自由がないけど、ちょっとずつ頑張っとったら花開くことがあるんやで、だからそれを肝に銘じて頑張るんやでっていうのを表してるんですけども、これをかけさせるということで、俺はもう一人前になったぞ。王家の元からもちょっと独立して、俺もう一人前だぜ。だからもうこの氷破って、俺こっから魚飛び出るぜっていう意味合いを込めて、割って使ったんじゃないか。っていう話もあります。これもね、どこまでどうかは分かりません。後から付け足したようなエピソードなのかもしれないですけど、事実でも欠けてるのは欠けてるんですよ。露節の犯行の右上っていうのは。で、欠けて、普通嫌やったらね、もう捨てたらいいじゃないですか。新しいやつに通貨王でいいんですけども、これをずっとまだ使って続けてたっていうところで、七勝さんがそこに意味はなかったということは言えないんじゃないかなというのが一つのところなんですよ。で、しかもね、露節っていうのはただでは転ばない男で、欠けたところになんか引っ掛けるような感じで署名を入れて、なんかもうそのこのハンコが書けたのもこうアートの一つのデザインだよみたいな感じで使ってるっていうのがね、ほんまおもろいな、露雪らしいなっていうところなんですけども、この露雪のハンコが書ける前か後かで、作品の年代っていうのも分かったりするのでね、まあ、結構この露雪を見ていく上ではこの落款が書けてるかどうかっていうのが一つのキーポイントになるんですよ。で、その後どうなったのかっていうと、1794年41歳の時に広島に滞在します。はい。これなんで行ったのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、結構長期間滞在する形になりまして、いろんな作品を残してます。そのうちの一つっていうのがこちら。はい、こちらが富士越し鶴図ということで、富士山が縦長にビヨーンってデフォルメされて描かれてますよ図なんですけども、ようこんだけデフォルメしようと思ったね。めっちゃすごい、ようこんな感じで描こうと思ったよ。葛飾北斎かって感じなんですけども、葛飾北斎は、長沢露雪よりもだいぶ後になって活躍した絵師になるので、もうそれよりか前にもうすでにこんなビヨーンってデフォルメした富士山を描こうと思ってたということで、さすがね、もうこの時にはもう弾け取ったんやねって感じがよく分かって面白いなと。ただ、ビヨーンとデフォルメするだけじゃなくて、この雲も馬の墨の履き方っていうのもね、これ相当でくってるんですよ。なかなかこういう風にね、墨のにじませ方とかもよう分かってないと、こういう風に絶妙にぶわってこうぼやけてるような感じで書けないので、さすがやな、やっぱ器用やねと、もう大胆さと器用さが同居する男やなみたいな感じなんですけども、それで描かれたのがこちらですよと。で、これはね、言うたら背景下地なわけなんですよ。この作品のもうメインで言ったらやっぱり鶴なわけなんですよ。もう軍隊鶴が画面の、ね、中央からバーって手前の方にどん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 向かってますよって、バタ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 って規則正しく向かってますよって風に描かれてるんですけども、この鶴の形がへちゃげてるんですよ。もうぶしゃってなってるわけですよ。これがね、長沢露雪武士なわけなんですね。長沢露雪の飛行する鶴っていうのは大体こういう風に書かれてるんですけども、一目見たら、あ、これ長沢露雪の鶴やなみたいな感じで分かるぐらい、もうめっちゃ特徴的で面白いんですよ。まあ、こういう風な、ちょっと他の人と違うよねっていうのを味わいながら、長沢露雪の作品を見るのっていうのがめちゃくちゃ面白いのでね、まあ、それのいい例がこちらかなというところです。はい。で、続いてどうなったのかっていうと、また一つの大きな仕事をする形になります。それが1795年42歳の時に大乗寺の襖絵を描きます。はい。これどういうことかっていうと、兵庫県の北部に霞っていうエリアがあるんですね。で、そこに大乗寺っていうお寺があるんですけども、そこの大乗寺の各部屋の襖絵を丸山応挙、長沢露雪のお師匠さんが一門を率いてそれぞれの部屋を描きますよっていう一大プロジェクトがあったんですね。この大乗寺にはめっちゃ丸山応挙を含む応挙一門の作品が残ってるんですよ。なので応挙寺とも応挙ミュージアムとも言われたりするんですよ。で、ちなみにね、ここ私、生涯3回すでにも行ってます。はい、3回も行ってます。すごいね、3回も行ったって、兵庫県やから。で、仕事で田島の方にも行くことあるからね。よう行く機会あるから、まあまあっていうのもあって3回行ったんですけど、10年ぐらい前に1回行ったのと、去年はね、なんと2回行ってます。はい、2回。まず夏ぐらいに行きまして、普段はここ、複製画に置き換わってるんですね。応挙の作品は。まあ、保存の観点から複製画に置き換わってるんですけど、まあ、それも見ても面白いなということで見てたんですけど、なんと秋口にそれが十何年ぶりぐらいに本ちゃんの王家が書いたやつに置き換わりますよっていう大公開があったわけなんですよ。だからそのやつちょっと見に行かなあかんなということで、冬場になんとか行きまして、その本ちゃんのやつも見れたよっていうことで、合計3回見に行きました。その2回目に行った夏に行った時のレポっていうのも動画でまとめてますので、またよかったらそちら見ていただければなと思いますけども、そのまあ一体プロジェクトがありましたよと。
で、言うたら王挙がね一門率いて多分リモートやとは思うんですけども、少なくとも王挙はリモートじゃないかと言われてるんですけども、率いてやりましたよと。その中でやっぱね、長沢露津は王挙さん聞きましたよ、なんか大乗寺霞でなんかおもろい仕事なんか弟子連れてやる言うてるみたいじゃないですか。それやったら私を呼んでもらわんと困りますよ、ね。丸山王挙一門のエースと言われたこの長沢露津を忘れてございませんかみたいな感じで、露津もこれに参加する形になりましたと。で結構ね、ところの仕事を部屋を担当する形になったんですよ。大乗寺っていうのは2階建てになってまして、2階がね2部屋あるんですよ。で、1つは小前元気っていう丸山応挙門下の実質トップみたいな感じの人が、描きましたよと、言うたらめっちゃすごいやつが描きましたよということなんですけども、その隣がなんと長沢露雪やったわけなんですよ。だからもうここら辺の時期になってくると長沢露雪って応挙、の門下の中ではもう小前元気か長沢露雪かって言われるぐらいのところまで上り詰めてたっていうぐらいの、才能やったわけなんですね。ということで、この大乗寺の2階の襖絵を描きましたよと。これまで僕見に行った、めっちゃええ作品やったんですよ。めっちゃ面白かった、それがこちら。はい、こちら群円図襖絵ということで、長沢露雪猿好きやね。さっきも猿紹介しましたけど、長沢露雪って猿だけじゃなくて動物めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ描いてる。犬も描きますし、もう猿も描きますし、鶴も描いてますけども、とにかく動物大好きなんやなということで、ここにはお猿さんが描かれてましたよなんですけども、このお猿さんがねめっちゃいいんですよ。めっちゃ早書きで描かれてるんですね。言うたら丸山王挙って言ったら写実の画風なわけなんですよ。もうめっちゃ細かく丁寧に描きますよなんですけども、これはめっちゃわっさーって書いてるような、もう勢い書いてるんですけど、それがめっちゃいいんですよ。そうすることで筆がめっちゃ走ることで躍動感、猿のめっちゃ走ってるよとかね、こうめっちゃ楽しそうにワイワイやってるぜっていうような雰囲気がめっちゃ伝わってくるんですよ。でしかもこの大乗寺っていうのはもう言うたら空間芸術、立体芸術みたいな感じで言われてて、その大乗寺の外には山があったりね、川があったりするんですけども、その風景ともちょっとリンクするような感じで、この各部屋の襖絵っていうのは描かれてると言われてるので、長沢露雪の猿が描かれてるのは裏山から猿が降りてきたような感じの雰囲気で描かれてますよ。言ったら猿がウッキャウッキャやってますよっていう雰囲気を出そうと思ったら、そんな写実的にザ・リアルに描くぜなんかやっとったらね、全然躍動感伝わってこない。それよりも、猿が遊んでますよを出すんやったら、この筆がめっちゃ走ってるぜみたいな感じで描かなあかんなっていうのがめっめっちゃうまいこと書かれてるのがこちらの作品になるんですよ。毛とかもホホホホなってめっちゃ柔らかく書かれてますし、岩場とかのテクスチャーもねめっちゃウニューってやってるので、ようこんな少ない筆でこんな勢いでこんなにこう存在感ある勢いあるような感じで書けたなっていうのがめっちゃ伝わってくる。さすが筆走ってんなっていうのはよく伝わってきますよと。でこちらもね、これも一節なんですけども、縦で書いたんちゃうかと言われてるんですよ。すごいよ、ようこんな大乗寺のお寺の襖絵を、みんな言うたら真面目に書いてるわけじゃないですか。別に真面目じゃなかったとは言わないですけど、多分寝かしてちゃんと書いてたわけなんですよ。その中で、なぜか露雪だけは縦で書いたとしたらね、うりゃーってもう言うたら違い方形みたいなやつね、こいつ。ほんまもう、応挙文化の中でも全然俺だけ関係ねえみたいな感じでやりたい方でやってたなっていう感じなんですけども、それがいいのよ。完全にもうだから、応挙の肩をぶち破ってるぜっていうのがここでもよくわかるので、めちゃめちゃ面白いのから、ぜひいつかね、皆さんも大乗寺行って見ていただきたいなと思う作品が、こちらになりますと。普通ね、こんなね、自分の言うこと聞かない、もう画風をもうはみ出てるようなやつやったらね、やっぱ嫌がると思うんですけども、それでもこれはこれでええやないかって認めざるを得なかったぐらい、やっぱ応挙っていうのは露雪のことを買ってたんだなっていうのがね、この襖絵をここに展示されてるというところからもね、よくわかるということで、ね、めちゃめちゃ面白いなっていうのがこちらの作品になりますと。はい、そんな感じでお師匠さんの一大プロジェクト大乗寺の襖絵も、無事に終わったんですけども、この年にね、お師匠さんっていうのは亡くなってしまうんですよ。はい、丸山応挙は1795年の夏頃に没しますということで、ほんまギリギリの状態でこの大乗寺の襖絵っていうのは、プロジェクトっていうのは完成させたと。で、じゃあもう師匠亡くなって長沢露雪どうなったのかっていうと、ここからねちょっとあんまりよろしくない噂というか流れが出てくるんですね。これもね、どこまでどうなのかは分かんない、もう確固たるものがあるわけじゃないんですけども、噂では長沢露雪っていうのは丸山応挙が
まあ、亡くなってしまった後ちょっと天狗になりすぎたと、天狗になりすぎてもう師匠をもらうようになったから俺がナンバーワン医師やみたいな感じで調子乗ってしまったみたいな感じのことが言われてるんですよ。で、調子乗ってしまったから絵もひどくなっていったと、もうどん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 質も悪くなっていって、でそんな性格やから誰も相手せんようになって、めっちゃ寂しい人生を歩むようになってしまって、最終的にどうなったのかっていうと、これね、結構すぐ亡くなってしまうんですよ。王宮が亡くなったと、1799年、46歳、だから王宮が亡くなってもう4年も経つか経たないかぐらいの時に、没するんですよ。しかもその没した説です、あくまで説よ、説、確実じゃないけども、自殺とも毒殺とも言われてるんですよ。毒殺ってなんか穏やかじゃないんで、なんか人に殺された、そう、人に殺された、他殺されたというような噂が立つのがこちらの長沢露雪なんですよ。すごいね、他殺の没し方をしたというような話が出てくる人、僕今まで多分紹介した中でほぼおらんかったと思うんですけども、それが長沢露雪なんですよ。まあ、これどこまでどうか分かんないですけども、まあね、火のないところには煙が立たないということなので、まあ、ちょっとね、いろいろあったんだと思う。慢心もあったのか、まあね、調子乗ってしまったのかで、まあ、なんか あんまりこう人からは、認められないような言動等々があって、まあ、ちょっと寂しい人生を終えてしまった。46歳って言ったら、まあ、若いからね、まだまだこれからやったのにっていう、ちょっと惜しまれるすごい才能を持ってたのに、ラストちょっとかわいそうやなっていう感じで終わってしまったのが、長沢露雪になります。はい、以上がね、長沢露雪の生涯になりまして、ちょっと最後ら辺がね、残念な感じになってしまったので、もうちょっと深掘りして長沢露雪のことをご紹介させていただきたいなと思います。まずね、長沢露雪というとめちゃめちゃエンターテイナーな部分っていうのがあったんですよ。もうサービス精神が豊富やったんですね。絵の中からこれ絶対見る人を楽しませてあげようみたいな感じで、ちょっと愉快犯的な部分もあった、のがいろんな作品から感じ取ることができるので、そういった作品をちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず最初がこちら。はい、こちらが白象黒牛図屏風ということで、めちゃめちゃインパクトのある作品ですね。もう象がこんなブッシャーって出てて、もう牛もウリアーって出てますよって、もうどんな状況なんていう感じなんですけども、これぞ、露雪の必殺技がめっちゃ詰まった、傑作の作品になりますと。でこちらというのは晩年の作品になりまして、先ほど言った印が欠けてますよの、時期の作品、だいぶ後の作品になりますと。でこれはね、ジョー・プライスさんっていう人が持ってるプライスコレクションの作品になります。ジョー・プライスさんっていうのは、伊藤若冲の世界的なコレクターになりまして、最近ねちょっと亡くなっちゃったんですけどね、4月か6月ぐらいに亡くなっちゃったんですけども、伊藤若冲のことが大好きで、もう若冲といえばプライスさんでしょうみたいな人がアメリカにいたんですけども、この若冲推しの人が、持ってる作品がこちらなんですね。で、そのプライスさんが言ってんすよ、露雪のことを。これまあ余談やけどね、言ってんすよ、若冲はね僕好きやけども、若冲大好きやね、もうめっちゃ持ってるけども、多角才能を強化してるけども、露雪もね僕好きやね。で露雪っていうのはね、若くして亡くなってしまったからね、46ぐらいで亡くなってまた、まあ、弱中言うたら80ぐらいまで生きとったからね、言うたら半分ぐらいまでしか生きてなかったでしょ。だからもしね、この露雪が弱中ぐらいまで生きてたらね、僕はね、もしかしたらこの露雪の方が弱中を超えてたんちゃうかなっていう、それぐらいの才能があったのがこの露雪なんでね、もう露雪も大好きなんやわみたいな感じのことを言ってたらしいんですよ。って考えたらね、露雪ってやっぱすごいな。そう言うたら弱中びいきの大御所みたいな人が、それでも若冲を置いてでも、いや露雪の方がって言わせるぐらいのポテンシャルを秘めてたのがこちらの作家って考えたら、ね、めっちゃ面白いなって感じなんですよ。でこの露雪っていうのは必殺技がありまして、いろんな作品に使ってるテクニックなんですけども、まずね、必殺技1がクローズアップをめっちゃ使ってるんですよ。クローズアップだから近くでめっちゃ見てるような感じで、これで言うと別に近くかって言ったら近くなんですよ。それを表しているのが、言うたら牛のボディと象のボディめっちゃ巨大に描いてるんですけども、屏風からはみ出してるんですよね、背中とかはみ出してるじゃないですか、ケツとかもはみ出してるじゃないですか。こうすることでもう枠には収まらないぐらいのでかさなんだぜっていうのがより伝わってくるんですね、鑑賞者に。これ枠の中に全部白と黒の、ね、動物をギュッて入れてしまうと、なんかこじんまりとしてなんか収まりいいよねみたいな感じになるんですけども、そうじゃないと、ここにはもうわがままボディやねみたいな感じでバーンって描くことによって、この迫力っていうのがめっちゃ出てくるよっていうのが、露雪のテクニック1なんですよ。
で、テクニック2が、コントラストなんですよ。極端なコントラストを使うのが、ロセスなんですよ。これがめちゃくちゃ面白いんですよ。例えば、この黒牛は見たら、まあ、でっかいのが左に書かれてるんですけども、それの下にね、ちっちゃいワンコロが書かれてるわけなんですよ。ポケーって、ちょっと可愛らしい感じのワンコロが書かれてるんですよ。この言うたらでっかい黒とちっちゃい白犬で、めっちゃ真面目そうな顔の写実的な、黒牛に対してホゲーってしている、可愛らしいワンコロちゃんという、もうこの対比がまず座席では感じ取れますよと。で、右側は翻ってどうやって言うと、象がめっちゃ巨大にボーって写実的に描かれてますよの背中に、カラスがホヘーホヘーって描かれてますよ。ちょっとちっちゃく、でもちょっとね、なんか賑やかなコミカルな感じに描かれてますよという、このね、対比っていうのがめっちゃ面白いと。で、右は言うたら、黒いカラスに白い象で、左は黒い牛に白い犬ということで、黒白黒白黒白大小大小大小がもうめっちゃいっぱい言う、目チカチカするわみたいな感じで、もうなんかめちゃもうおもろいなみたいな感じのことをするのが長澤ロセスなんですよ。こういう風なね、本当にいろんなテクニックを使いまくって、画面の中でめっちゃおもろいな、あ、これとこれこんな感じになってる、もう奇想天外やなみたいな感じで、ワーキャーワーキャーさせてくれるっていうのが、長澤ロセスのエンターテインメント性なんですよ。それが如実に表れているのがこちらの作品になります。はい、で続いてご紹介したいのが海浜起承図屏風ということで、こちらもね、晩年の作品になります。かなり晩年、もう本当に亡くなる前年とかそれぐらいの時に書かれたんじゃないかと考えられている作品になります。こちらもね、なかなかインパクト大のエンターテインメント性が詰まった、作品になります。それがこちら。はい、こちらは、右側に、まあ、人の家がありますよと。で、まあ、人がいまして、でだんだん海がこう出てきまして、その海を渡って向こうの方、座席の方に行くぜの岩がビューンって出てますよと。なんやねんこの岩、ビューン、こんな岩あるという、もうかきちぎってますやんという、この岩場のね、こう何ザラザラ感というか、テクスチャーというか、ゴツゴツ感というか、ようこんな隅でこう描いたなという、すごいなと。めっちゃこんなドライブ、もうすんごい感じで描かれてるわけなんですよ。ゴツゴツ、こんな、しかもね、これ金屏風に描いてるわけなんですよ。うまく生かせば金の反射は作品にいいエッセンスを与えてくれるけど、しくったらただの失敗作やからねっていう、めっちゃ怖いのが、金のこう光沢なわけなんですよ。っていうのを墨でこんなうっしゃーって大胆に使った、こんな岩場のテクスチャーの屏風を晩年に描くかって感じなんですよ。もう言うたらビンビンですやん、晩年までというのが、こちらの作品になります。なかなか面白いよね、こんな屏風、こんな作品よう描こうと思ったら普通に描いときゃええやんって感じやけども、普通に描けないのが長澤ロセス。だから最後までね、誰が最後なんか丸山応挙が亡くなってちょっと調子乗って、だから力量が下がってったとか言ったらビンビンですよ、全然下がってへんや。そうやって嫉妬の対象になったっていうことは、ね、やっぱ口が悪かったり、なんかちょっと性格がわざわざした部分があったんじゃないかなと僕は思います。テク自体は別にね、落ちてはないと思う。こんな表現できるやつが言うたら他の絵師でこんなん描けるやつなかなかおらへんでって僕は思ってるので、だからテク自体は落ちてないけど、やっぱ性格がね、ちょっと人の批判を浴びるような性格やって、ちょっと口がわざわざしてそんな噂が立っちゃったんじゃないかなというのが感じ取れる。だから、まあ、晩年にもすごい出来量があったんだようを示す、一つのエビデンスとしてこちらの、屏風というのは挙げられるんじゃないかなと思います。はい、で続いてご紹介したいのが宝寸五百羅漢図っていう作品になります。はい、こちらの作品はね、ほんますごいすごいよ。まあ、見た瞬間はーって多分言うと思います。はい、説明してもやっぱりはーって言うと思います。ほんまそれぐらいの、なんやねんこれはっていう作品になります。こちらもね、晩年の作品になるんですけども、それがこちら。はい、これはね、ちゃうんですよ。何がちゃうねんって感じなんですけど、掛け軸の中のなんか金的な、なんかこう黄色いのが雲みたいなのが書かれてますが、これ作品じゃないんですよ。これ作品じゃないんですよ。何かというと、そのちょうど雲みたいなのの真ん中に、なんかちっちゃい、なんか見えますかね、四角い、なんかちょっとあるの分かります、これが作品なんですよ。どういうことで言うたら、こうちっちゃいのが作品で、それだけじゃ語られへんから、しゃーなしでこういう風な台縛りみたいな感じで、金の模様みたいなのを作って大きくして、で掛け軸にしましたよっていう作品なんですよ。だから落款もその金の模様のところに書いてるからね、で押されへんわけよ、そのちっちゃいやつには。しゃーないから、その台紙のところに落款を入れてますよなんですけども、これじゃあちっちゃい、ここ何書かれてんのかっていうと、こちら。
うん、これでもわからんね。はい、すごいなと。これね、一辺が3センチぐらいなんですよ。3センチぐらいのところになんかまあ木が描かれてんねやろうなっていうのはわかるんですけど、なんかあとなんかウィ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 ってなんか描かれてんなって感じなんですけども、これね、なんとね、500羅漢っていうのが描かれてます。はい、500羅漢。500羅漢がわかりません。そうですね。500羅漢っていうのは簡単に言うと釈迦の弟子500人衆です。はい、ということでここに500人の人が書かれてますよってことなんですよ。すごくね、3センチかける3センチ言うたら9平方センチメートルに500人がぶち込まれてるわけなんですよ。もうおしくらまんじゅうでもひどいなって、ようそんなん書けたなということなんですけども、こういうのが描かれてるんですよ。はい、500羅漢これめっちゃ拡大してなんか虫眼鏡的なもので見たら、まあ、500人なんとか見えるかなっていう感じなんですけども、ようそんなん書いたらもうなんか大道芸的なんでおりそうやけどね、まあ、そういうのを晩年に書いて誰がもう下手くそや言うたわ、つは全然こんなんかけてるから下手そくそちゃうやないかって感じなんですけども、やっぱ口がわざわいさし、ちょっとうさんくさい部分もあるからね、なんかやっぱちょっと人の品種を買いやすい人やったんや、誤解されやすい人やったんちゃうかなと思います。で、この500羅漢ただ書かれてるだけじゃなくて、それぞれね、なんかこう竜とか虎とか象とかそういったものも書かれてるんですよ。だからその500羅漢に付随するなんかね、生き物とかそういったものもちゃんと書かれてますよということで、それがこちら。はい、右の方はね、なんか黄色いのおるなって見たらこれ虎なんですよ。ああ、そう言われてみたらなんか虎に見えるのって。で、真ん中はね、これよう見た象なんですよ。ああ、確かになんか象おるね。あのね、その周りもなんか確かにそう言われてみたら人をいっぱい描いとるね。ああ、分かった、分かった。で、左側は、ああ、俺竜やドラゴンやということで、こういうのがこの9平方センチメートルの中にもめちゃこうぎっしり描かれてるわけなんですよ。もうすごいね、すごいでしょ。だから器用なのよ、長沢露雪って。もう何するにしても器用すぎて、ほんま貧縮株主やったわけだ。調子乗りの部分あったから。で、まあ、器用っていうところのエピソードで言うと、一つね、面白いエピソードがあります。これもね、都市伝説ってほんまかいやっていう部分があるんですけども、長沢露雪がまだ丸山応挙のところに通ってた時期、だ京都の一番出だしの時ぐらいの話なんですけども、淀藩のところで長沢露雪っておったわけじゃないですか。で、まあ、足軽の家におったんですけども、その淀藩のお殿様かなんかのところに、ある日呼ばれたらしいんですよ。長沢露雪っていうのはいろんなものが得意やったらしいんですね。ほんまに器用で、水泳とかも得意やったし、馬術とかも得意やったみたいな感じで、ほんま何やらしてもなんだかんだいろいろいますよね。そういうなんか何やらしてもまあまあそこそこやってきよんで、こいつ才能あふれやがってみたいなやついるじゃないですか。まさにそんな感じで、絵だけじゃなくていろんなものができる中で、なんとね、駒が得意やったらしいんですよ。紐を巻いてギュッてしたらグイーンって回るやつで、駒得意でしたよということで、それがあまりにもうますぎて、ちょっとお前殿様に見せてみーやみたいな感じで、ちょっと宴会に呼ばれる的な、そういうふうに言ったらしいんですよ。で、まあ駒を披露しとって、みんなうわすげえな、おろすぞ、もう何でもやるなみたいな感じで言うてる中で、ちょっとね、悪い虫が出ちゃったのよ。なんか調子乗って、じゃあ今からこの駒を、空高く放り投げてなんとかしてみますみたいな感じのこと言うちゃって、ざわみんなわあすごいすげえそんなんできんのみたいな感じで言って、ふえってこうやったんですよ。やったんですけども、なんとね、キャッチ失敗したらしいんですよ。失敗してその駒の先っぽが目にぐさって刺さったらしいんですよ。いやいやいや、あかんから、めっちゃ痛い、グロいってっていう話なんですけど、ぐさって刺さってプッシャーって血が出たらしいんですよ。でも長沢露雪は、あ失敗したみたいな、もう一回やりますわみたいな感じで意に介さずでやろうとしたのを、周りがいやいや、あかん、シャレにならんで、ちょっとビンシャ行け、行け、シャ行けみたいな感じで止めて、なんとかもうそのまま行われなかったっていう話があるんですよ。ということで、長沢露雪はもしかしたら赤眼だったんじゃないか、目が片方見えなかったんじゃないかっていう、一応噂もあります。ほんまかどうかわからんで、どこまでどうなんていう感じなんですけど、まあ、器用すぎてこういうふうなこともありましたよ、エピソードで一つがこちらになりますと。でも、まあ、長沢露雪の肖像画って後年書かれてるんですけども、それはちゃんと両面あるんでね、どこまでどうなんかなっていうのはわかんないんですけども、まあ、こういうふうなエピソードがあるぐらい、まあ、本当に芸達者やったのが、長沢露雪になりますと。はい、で続いてご紹介したいのが「増廃偽道図」という作品になりまして、これもね、なんじゃこれはっていう作品になります。はい、エンターテインメント性抜群でございます。それがこちら。
はい、こちら細って感じなんですけどね、もうギュッてしすぎて何かいとか全然分からへんやんって感じなんですけども、これはね下の方をよく見てみるとね、なんかね、動物が描かれてるんですよ、これ、象が描かれてるんですよ、もうゲロっちゃいますけども、象、象の目がこうエロ目がこう描かれとって、ちょっとだけエロ目がチラッと見えてるよっていう風な感じでまず下は描かれてますよと。で、その象のこの真ん中ら辺何描いてんのを隅でフワーって描いてるだけやけど、これね背中なんですよ。だから上から象を見てますよの、視点アングルなんですね。でその象の背中に、子供が乗って遊んでますよっていう風な感じで描かれてる。言うたら上からこう見てる中のめっちゃ細いのをスパッと切り取って、描いたよっていう構図がこちらなんですよ。なんじゃこれはって感じなんですけど、ようそんな感じで描こうと思ったらって感じなんですけども、長沢の土ってこういう風な愉快犯的なところがあるんですよ。でこれだけじゃなくてね、これ、象ですけども、クジラでこんなトリックをしてるのもあったりします。なんか下の方に墨でブッシャーって描いて、なんか真っ黒いのがなんかめっちゃあるんですけども、それが何なのかというとクジラなんだよっていう風なトリックをしてるような、作品っていうのもあるのでね、こういう風なチャメっ気というかね、なんかねもう見るものをおもろしくさせたろみたいな、調子のいいだぜみたいなところまで、ね、ちょっとお道化が過ぎるかなみたいな感じのところが、長沢路説のちょっとでも悪い気はしないじゃないですかね。エンターテイメント、あくまで見る人を楽しませてやろうみたいな感じで、ね、っていうのその真面目にねきっちりかっちり書いて、ね、かしこまって、ああありがとうございますって見るもんだけじゃなくて、ちょっと見て楽しいで、だから浮世絵のちょっと歌川国吉とか、ああいう風なちょっと愉快犯的なところの性格っていうのもこの長沢路説にはあったんじゃないかなって考えたので、めちゃめちゃちょっと親近感湧くというか面白いなと思える人になります。はい、で続いてご紹介したいのが、ナメクジ図ということで、もうタイトルからして、ね、なんとなくやばそうな匂いがするんですけども、それがこちら。はい、ナメクジでございます。すごいね、もうこんなこと、こんな書き方するやつおるって感じなんですけども、ナメクジもニュー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 ってしかも一筆で書いてますよということで、これどっちがスタートなのかね、ナメクジから書いてその後奇跡を書いてるのかな、それでも奇跡から書き始めて最後にナメクジを書いたのがどっちなんやろ。まあでも多分ナメクジから書いてるような気はするんですけども、もう何してんねんって感じだね、もう面白すぎて何も言えねえって感じなんですけども、これもね、言うた長沢路説のサービス精神なわけなんですよ。面白い絵もええじゃろうみたいな感じでね、エンターテインメントで描いてるんだよっていうのがよくわかる作品になります。はい、で続いてご紹介したい魅力っていうのが、長沢路説っていうのはね、もう再三言ってますけどやっぱね器用なんですよ。さっきの駒の話とかね、宝寸五百羅漢図みたいな感じのことも言ってましたけども、ほんまに器用なんですよ。それが、さらによくわかる作品っていうのが残ってます。それが、木道水滴図という作品になります。それがこちら。はい、これはね、牛の上にちっちゃい子が乗って笛吹いてますよの図なんですけど、なんかパッと見、その同時、ちっちゃい子はなんかうまいこと描けてんないけども、牛ちょっと残念やん、別に器用なんや、なんか下手じゃねと思うんですけども、ちゃうんすよこれね、なんと指で描いてるんですよ。指とか手のひらとか、そういうので描いてる。筆で描いたわけじゃなくて手で描いてる。指頭画というテクニック技術になりますと、指で描く。そんなんできんのって、そんなんできんのよ、すごいねと。いやで、長沢路説だけではないんですよ。当時ね、指頭画で作品を描いた作家っていうのは他にもいるんですよ。例えば、リンパの絵師になるんですけども、大阪で活躍したリンパ絵師、緒方光琳の後ぐらいに、緒方光琳のこと大好きだよって言って大阪で活躍したリンパ絵師で、中村芳忠っていう作家がいるんですね。以前細見美術館の名品展っていうので、ほんまに写実的に描く気一切ないですやんっていう作品を描いてるのがめっちゃ面白くて、僕紹介したことがある、作家なんですけども、この中村芳忠も指頭画っていうのをめっちゃ得意とした、絵師になりますと。あと池野大河っていう南画を大成させた人っていうのは京都で同時代に活躍してたんですけども、その人も指頭画を描いたというふうに言われてるので、結構ね何人かはいるんですけども、ほんま何人かなんですよ。何人か器用じゃないと描けませんよっていうのを、長沢路説も器用、俺のことやろっていうことで、やって書いたのがこちらになりますよと。すごいねこれ。だから指の手のひらとかでこういうで、わらべとかは多分爪とかで線書いたんやと思うけどね。それ言うてもすごい、爪でこんな線きれいに書けんのって感じなんですけどね。書けちゃうのよ、長沢路説になったら書けちゃうのよ、これすごいなと。で
これはね、おそらくついたての作品じゃないかなというふうに考えられてます。で、もともとはこう ついたてって玄関とかにダーンって立ってる自立する目隠しみたいなでっかいパネルみたいなやつね。屏風は折り曲げるけど折り曲げないで一枚もんの裏表で、こう飾るよっていうのがついたて で140センチ角ぐらいなのがこちらの作品。めっちゃでかいですよこの作品っていうのは。だからそのめっちゃでっかいのに、手のひらとか指とかでバーって描いたと考えられてるので、まあ、即興で描いたんちゃうかみたいな感じでも考えられてます。だからもしかしたら立てて描いたんかもしれないね。立てて、立ってる状態無地のやつに、もう墨つけてなんか一発やりますわ見とけよみたいな感じでうりゃーって指とかで描いたでしたらすごいね。もうメンタルもすごいけどもう ようそんなんで描こうと思ったらって感じなんですけども、でもちゃんとこれだけ描けてるよっていうのが、こちらの作品になります。はい、で続いてご紹介したい特徴っていうのは、長沢露鉄っていうのは動物を結構描くんですけど、その中でも犬っていうのも結構描きます。猿はヨウさん描いてましたけどね、犬っていうのも描くんですよ。で、まあ、犬といえば丸山派のお家芸みたいな感じなんですね。丸山王宮が犬めっちゃ得意やったから犬めっちゃもう丸山犬みたいな感じで言われるぐらい、犬描くんですけども、長沢露鉄もまあやっぱそれを踏襲して犬を描いてましたよと。で、画業の前半戦だから先ほど取らず一番最初取らず紹介したと思うんですけど、あそこら辺の頃っていうのは、その丸山応挙の犬をそっくりそのまあ言うたらトレースしてるような可愛らしい写実的な、あこれぞ丸山派の犬だよねみたいな描き方だったんですけども、やっぱどっかでねスイッチが変わって、長沢犬に変わってます。はい、長沢露雪の犬に変わってます。それがこちら。はい、一応3点ご紹介させていただきました。降雪くじ図とバラ鳥くじ図と、一生図という3点で、まあ、一番左側は長沢露雪の画業の前半戦なので、まあ、まだちょっと露雪節は出てないとは言い切れないんやけどね。もうちょっともうこの結構ね、長沢露雪ってこの背景にグレーとか黒かなんかでちょっと色つけて雪みたいなのをちょん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 ってしてる、作品っていうのを前半戦で結構描いてるんですよ。っていう中で描いたのがこちらのワンちゃんになりまして、まあ、若干丸山派の犬っぽい描き方なんですけども、長沢露雪の犬とか、まあ、動物って結構ねこの後ろ姿にくるっとして足なんでか知らんけどフィッてこうなんか右足か左足とかをちょっとなんかおしっこするような感じでフィッて足上げてるような感じのポーズっていうのを、めっちゃ描くんですけども、もうこの前半戦でもなんかこう足フィッて黒い犬が上げてるじゃないですか。こういったところがね、あもう長沢露雪節が出てるなっていうような感じなんですよ。すごいね、別にフィッて上げんでもいいじゃないですか。でもなんか爪痕残したろみたいな感じで長沢露雪ってこういう風な面白いのするんですよ。ちなみに言うとふいって上げたポーズのトラっていうのも描いたりしてるので、足上げてたらあこれ絶対長沢露雪わざとやりよったなみたいな感じで思っていただければなと思います。で真ん中はまあ、バラと蝶がいて犬がワンコロいるますようなんですけど、もうこの頃になってくるとあちょっとこう線のねタッチとかも丸山応挙の犬っぽくないなって、もう出してるなって長沢犬の感じになってるなっていう風な、タッチになります。でこれも犬がね足フィッて上げてますよね。右足フィッて上げてるともう長沢犬ポーズがここで確立してますよと。で一番右側っていうのは一生図っていうことで、これはどういうことかっていうと、昔ね竹と犬を描いたら縁起いいよねって考えられてたんですよ。なぜかというと笑うっていう感じあるじゃないですか。笑うっていう感じで竹って書いて、まあ、犬みたいな感じで描くじゃないですか、まあ、ちょっと犬厳密には犬じゃないんですけど、まあ、ちょんをこっちにやれば犬になるじゃないですか。ということで竹と犬描いたら縁起いいよねっていうことが昔から画題として取り上げられてた吉祥図みたいな感じで描かれてたので、ここでもまあ一生図ということで竹と犬が描かれてますよと。で、まあ右側ではね、ちっちゃい子と、ワンちゃんがこう遊んでますよと、楽しくね、またくぐったりして遊んでますよと。で今度は、左足をふいって上げて、まあ、もう長沢節をこう出してますよが描かれてますと。で左側はなんか知らんけども、ちっちゃい子が、犬をこう首根っこ捕まえてこうしてますけども、この首根っこ捕まれた犬の表情がねめちゃめちゃ可愛らしいんですよ。どんな残念そうな顔しとんねんって感じなんですけども、こういう風な表情とかで、ね、なんかちょっとどういうことやねんでみたいなエンターテイメント性があるのが、長沢露雪ということで、まあ、犬を描かしても長沢節が出てるねっていうのが感じ取れて非常に面白いなというところなんですよ。はい、で続いてご紹介したいのが、今までの長沢露雪ってなんかまあ
どっちかというとコミカルというかね、あの調子乗りというか、なんか笑いありみたいな、なんかどっか憎めないなって感じだったと思うんですけども、次の作品はね、なんでか知らないですけど、めっちゃグロいというか、もうグロいんですよ、グロテスクなんですよ、めっちゃ、なんで怖いな、なんでこんなん描こうと思ったんっていう作品になります。それがこちら。はい、これはね、ヤマンバでございます。ヤマンバ。ヤマンバっていうと、簡単に言うと妖怪みたいなもんですわ。はい、山にいるおばあちゃんの妖怪で、金太郎の、お母さんみたいな、そんな感じで言われてる、人なんですけども、これめっちゃ怖ない。いや、うまいんですよ。めっちゃ線の、太細とかも細かいし、着物とかもめっちゃ綺麗にね、帯とかも描かれてるし、絵文線とかもめちゃ背景のこのマチエールみたいなもめっちゃすごいし、とにかくうまいんやけど、それよりも何もごめん、怖いしか入ってきません。グロい怖いしか入っていません。もうグロテスク絵画、江戸時代のグロテスク絵画のもう傑作と言っても過言ではないのが、こちらになります。なんでこれ描こうと思ったんっていうところがね、やっぱね、わかんないところなんですよ。研究者の間でも、なんで芦雪はこんなヤマンバを描いたんだっていうのが、やっぱ疑問で、だからこそ興味があるな、研究の対象だなっていう感じで注目されている作品になりますと。で、これはね、1797年に広島の厳島神社に奉納された作品というふうに言われております。で、だから1797年に奉納なので、1797年に書いたのか、それとも芦雪って広島滞在してたって言ったじゃないですか、1794年に。だからこれの3年前に、広島行った時に書いたやつを3年後に地元の人が奉納したのか、それとも、1797年に、京都で描いたやつを、リモートで描いたやつを送って奉納したのか、どっちなのかは分からない。これによってね、いろいろ、考え方とか見え方というのは変わってきたりすると思うんですよ。特に1797年に、リモートで描いたという場合、ちょっとなんかその時の心情とかが、投影されてるんじゃないかなと思ったりするんですよ。王居が亡くなってから調子乗って、みんなに相手されませんでしたよっていう時期が、1795年以降なわけなんですよ。だから誰にも相手されんかったから、ちょっとすさんでしまったのかもしれないよ、気持ちがすさんだ中で、くそー、俺はもっといろいろ認められてもええはずなのに、王家先生もおらん、師匠もおらんようになったけど、俺はもっと師匠の後を継ぐ者として崇め立てられまつってええはずやのに、なんやこの不遇な職はみたいな感じで、昆竹賞で書いたとも考えられるとしたらね、めっちゃ面白いなということで、わからない。どっちでどう書かれたら、どういう経緯で書かれたかもわからないけども、そういったのも見とったれて想像しながら楽しんだら、こちらの作品っていうのをより深くね、味わえるんじゃないかなと、思います。はい。はい、で続いてご紹介したいのが、長沢芦雪っていろんな作品書いてる中で子供をよく描いてるんですね、童子、唐子童子で中国のちっちゃい子を描いてたりするんですけども、それがね、結構無邪気な感じで描かれてて、なんかあんまりね、他の作品って長沢芦雪ってなんかちょっとボケてんなとか、サービス精神旺盛、ちょっと調子乗りやったんかなとか、ちょっとええかっこしいしようとしてんのかなとか、いろいろ考えし取れたんですけども、子どもの作品に関してはね、あんまりそういう風なのが感じ取れなかった。どっちか、真面目というか、なんかね、愛情チックなのを感じるんですよ。子供が無邪気に遊んでるなって、本当に微笑ましい感じの作品っていうのが多いですね。例えば、カラコ睡眠図という作品なんですけども、こちら、はい、普通にね、これ、ちっちゃい子が寝てますよの、ただそれだけの図なんですよ。で、別にね、なんか今までみたいな気をてらったところっていうのもなくて、ただ単純に子供がすやすや寝てる、可愛らしいねって、誰が見ても子供の寝顔って可愛いよね、無邪気だよねっていうふうなのを、描いてると。僕はね、なんで長沢芦雪のこと好きなんですけども、単純に面白いから好きっていうわけじゃなくて、なんかね、深みというか、この人独自の人生を歩んできた部分があるんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは、長沢芦雪ってちょっとお子さんにあんまり恵まれなかったんですよ。はい、1784年31歳の時に、奥さんがね、男の子を、流産してしまったんですよ。はい、第一子がね、ちょっと流産しちゃいましたよと。だから、長沢芦雪結婚しとったんかってまず話なんですけども、流産してしまいましたよと。言うても
ね、あの残念な部分があると思うんですよ。せっかくと思ってたと思う部分があるんですよ。でもまあまあ次あの、ね、新しい子をなんとか宿しましたよということで、1785年、その翌年32歳になんと娘が誕生します。あ、よかったね。まあまあね、あの最初の子が亡くなったとしても次の子が生まれたということは、それは、ね、もうもしかしたら神様が、長澤露出のために思ってこうやってくれたかもしれへんから、よかったねということやったんですけども、その、ね、2年後に1787年34歳の時に、娘が3歳で亡くなってしまったんですよ。そうなん、せっかくね流産を乗り越えてあれやったのに生まれたんですよ。やっぱ悲しかったんじゃないかなと。で、さらにね、その後1791年38歳の時に、娘が2歳で亡くなってしまったということで、その次おったみたいなんですけども、残念ながらその子も亡くなってしまったと。で、その後1793年40歳の時に、息子が2歳で亡くなってしまったということで、息子おったんかいって、もうういつ生まれたかせめて言ってって感じなんですけども、まあ、亡くなってしまったらしいんですよ。ということで、合計4回お子さんが亡くなっているんですね、まあ、流産も含めて。っていうのがあると、ね、子供が亡くなる悲しみっていうのはもう古今東西ずっと一緒やと思うんですよ。で、やっぱ長澤露雪っていうのもお子さんが欲しかった。だからね、こんなに何回もこうチャレンジして、チャレンジって言ったらあれやけども、ね、次の子次の子で言うと3人流産も含めて4人こうやってたけども、幼くして亡くなってしまったっていうところにね、やっぱ長澤露雪的にすごい辛い部分があったんじゃないかな。で、その気持ちを、まあ、なんとかね、絵に表すことで、まあ、もし子供が生きてたら、こうだったんじゃないかなっていう思いも込めて描いたんじゃないかなって考えたら、今までの見てきたこうエンターテインメント性っていうのもなんかちょっとね、いろいろあったんちゃうかなと。子供をこうもっとこういうふうな感じで描いてこうね、笑わしたろうと思っとったのにとかね、子供がおったらこうやったのにっていう部分とか、いろんなものが屈折したものがこの絵として表現されてたんじゃないかなっていうふうに感じて見てみると、長澤露雪の生涯の作品っていうのもより違った味わい方ができるんじゃないかなと思うので、まあ一つね、頭の片隅において、今後長澤露雪の作品というのを楽しんでいただければいいんじゃないかなと、思います。やりすぎクレイジーペインターですね。いや、今までもいろいろ伊藤若冲のことを調べたことは断片的にはあったんですけれども、今回通しでやったじゃないですか。本当はね、改めてこの人の凄さっていうのが伝わってきましたね。こんなに一人でやってたのっていうのがめちゃくちゃ面白かったですね。伊藤若冲の作品って現代の我々が見てもうおすげえなって思う部分たくさんあるんですけれども、当時の人たちが見たとしたらもうそれは全然もう比にならないぐらいの驚きやったと思いますよ。ようこんなことするやつおるなみたいな、そんな感じやったと思います。伊藤若冲は、まあ、当時も活躍してましたし、まあ、評価も得てたんですけども、本人が思ってるほどの評価っていうのは多分得れてなかったんじゃないかなと僕は思いますね。まあ、本人的にはやっぱりもっと評価されたかったっていうのはあったんじゃないかなと思います。財力っていうのも結構大きかったんじゃないかなと思いますね。まあ、伊藤若冲ってすごいお金持ちのところで生まれてたので、材料代とかも全然気にすることもないし、その絵の注文のために描かなければいけないっていうふうな、そういうふうな義務感みたいなものはなかったと思うんですよ。なので、まあ、自由に自分の画像を追求するという部分で、それを可能にした財力っていうのは非常に重要だったことなんじゃないかなと思いますね。伊藤若冲の生涯って、まあ、動植綵絵が一番有名なんですけれども、それ以外のエピソードって結構みんな断片的にしか知らないっていうことが多いんですね。なので、まあ、トータルで伊藤若冲の生涯を語り尽くした紹介動画っていうのがあったら、まあ、非常に便利なんじゃないかなと思って、今回ご紹介させていただきました。2023年8月12日土曜日夕方5時より世界最強の伊藤若冲解説を公開いたします。4時間半にわたり全身全霊をかけてご紹介させていただきました。ぜひ最後までお付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、いかがだったでしょうか。今回は奇想の画家長沢芦雪ということで、生涯を見ながら代表作もご紹介させていただいて、最後に深掘りしてまだ彼のことをご紹介させていただきました。本当に魅力あふれる絵師だと思いますので、作品の方で、ね、今後も楽しんでいただければなと思います。で、そんな彼の作品がなんと2023年の秋に、大阪中之島美術館で見ることができます。はい、過去最大規模の大回顧展が行われるということで、こちらはまたね、情報が上がってきたら予習動画というのも作りたいなと思いますので、そちらの方も合わせて楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。